本日は新鉄道 SL パレオエクスプレスにご乗車いただきましてありがとうございます。秩父地の案内役を務めるのは私秩父生まれの落語家林家金平です。ご乗車いただいているパレオが引っ張る列車12系は運行25周年を記念し昭和レトロ調の内装になっています。そしてボディは緑豊かな自然の中に
高タンパクです。カスカツとは違います。甘みが多く色は少ないです。パンは普通のタバコ味です。そのアレルギーの方はご遠慮です。
Thank you.
わいを見せています。1月の狼狽に始まって夏、土、春雨、秋の七草など、ちなみに私体験は桜のトンネル大好きです。そして長瀞の観光といえばやっぱり長瀞大好きくらい。長瀞の自然が作り上げた芸術品ともいえる景観はまさに息を呑む美しさ。静かな流れから急流まで元気に飛んだ流れに身を任せながら、スリルと迫力を存分に楽しんでみてください。毎年3月上旬から11月下旬まで営業しています。詳しくは駅前案内所までどうぞ。また宝登山山頂にある宝登山小動物公園は宝登山ロープウェイ山頂駅から徒歩7分、野猿公園としてオープンしました。自然の中でニホンザルやモンシュウジカなど動物たちと触れ合うことができるいい施設としてお子様たちにも大人気。大自然を思いっきり深呼吸しながら楽しい時間を過ごしてみてはいかがですか。ご注意ください。